手を捉えたまえれば、歌て、霊なるの人の各近づきたまえるは恐ろしゅうて、ねなんというものをと強いて引き入りたもうに尽きて滑り入りて、今はまろぞ思うべき人、なうとみたまいそとのたもう。うば、いで、あな歌てや、優秀もはべるかな。聞こえさせ知らせたもうとも、さらに何の印もはべらじものを、とて苦しげに思いたれば、さりともかかる恩ほどはいかがはあらん。なお、ただ世に知らぬ志のほどを見果てたまえとのたもう。で、手を捉えなさると、つまり源氏がその若紫の手を捉えなさるからして、歌て、前にも出てきましたけれども、程度の非常にやはりひどい甚だしい状態ですが、ここはひどく気味悪くって、さすがに幼げな紫の上もなんかあんまり唐突でひどく気味悪がって、霊なるの人の各近づきたまえるは恐ろしゅうて、今までに馴染みのない方がこんなふうに近づいていらっしゃるのは恐ろしくって、で少しきつく寝なんというものをっていうわけですね。寝ようとしているのに、こういうところやっぱり凛としたところあるわけですね。大事に育てられてるから、周りの者たち、天君をはじめ周りの人々からやはり大事に育てられてるから、毅然としたところはちゃんと持ってるわけです。寝なんというものをとて強いて引き入りたもうに尽きて滑り入りて、しかし源氏はもう一つ上手ですよね。寝ようとしているものといって、無理に中へお入りになろうとする、その動作につけ入って源氏の君はスルッと中へ滑り込まれて、その庇の間から奥の間へ滑り入っていらっしゃって、今はまろぞ思うべき人、今となっては私こそ頼もし人、あなたが心の頼りになさるべき人ですよ、な疎みたまえそ、そんなふうに私を疎んだりなさいますな、な何々そ、その間に禁止の動詞を入れる形ですね。そんなふうにおっしゃる。乳母が慌てたわけです。いで、あな歌てや。まあ、呆れ果てたことでございます。優秀もはべるかな。ご無体なことでございます。聞こえさせ知らせたもうとも、さらに何の印もはべらじもの、この方に今何をおっしゃっても一向に何の印もございませんもの、何の効果もまだございませんもの、こんないとけない方にそれは無茶でございますよと言って、苦しげに思いたれば困り果てたことと思っている様子だからして、
さりともかかる恩ほどをいかがわらん。そんなふうに言うけれども、こんな厭けない方に何をするものか、何ほどのことをするものか、俺だってちゃんとわきまえているさということですね。かかる恩ほどをいかがわらん。なおただより知らぬ志のほどを見果てたまえとのたもう。ただ世に知らぬ志、この世間並みでない俺の心のほど、それをよく見届けてください。そんなふうにおっしゃる。